さんじゃないですか。あ、どうもおはようございます。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、杉さんといえばオートマ、オートマといえば杉さん、なんか視聴者さんの中にはオートマ杉ちゃんなんていう風に呼んでくださってる方もいらっしゃるようですよ。そうですね、あの中にはあのオートマ限定免許で、シフト車は、運転できないんじゃないだろうかというふうな、ね、あの疑惑等々がございまして、はい、いやご自身でもおっしゃってましたね、そういう体になってしまったっていう。そういうことなんですね、はい。今日はねちょっとトムと、たまたまなんですけども、2人、ツーマンで、東京の方の夜行に行ってまいりました。はい、はい、無事安全に帰ってまいりました。はい、お疲れ様でした。した、はい、でちょっとですね泰造の方からも、その疑惑を晴らすためにはい、動画を撮れというふうな、はい、話もございましてですね。そうですね、はい、私もやっぱりこれ運転はできるんですか、ね、はい、もう見くびるなと。見くびるなと、はいはい、ただ、このシフト車インプレッション、はい、前回あの泰造がそう杉さんのバスにね、はいはい、ありましたけどね、何やら、やはりオートマもいいんじゃないかというふうな結論だったみたいですけれども、いや、いいバスだと、はい、はい、いうふうにおっしゃってましたよ。はい、ですね、これ今信号がね赤になる、これクラッチ踏む、はい、ブレーキ、これなかなか作業が多いですね。そうですね。はい。オートマはこれもう踏むだけですからね。はい。ブレーキをね、そして、発進する。今ちょっと下り坂なんですね。三速で、じわっとつないでおります。はい。左手左足が解放されてるなんておっしゃってましたもんね。ですね、全くありませんね。それと今日はね久々のシフト車ということで、ちょっとスニーカーを持ってきております。本当ね、やっぱりちょっとこう微妙なこの、はい、なるほど、肌感覚というか、そうですね、はい、ですからやはり、はい、私どもプロとしましては、なるほど、はい、じゃあ今日は運転用の靴ということですね。そういうことですね。なるほど。ちょっとそれ普段は用意されてない。普段は用意しておりません。はい、革靴っていうか、ちょっと柔らかめのね。なるほど。今回のお仕事で使うバスが、はい、マニュアル車だと聞いて、はこれはいかんと。そうですそうです。もったい湯のみをバッタと落とし、はい、小膝叩いてにっこり笑い。若干靴も用意しております。なるほど。はい。はあ。なかなかね。これ本当ね、またこれ信号がね、また赤に変わりました。で、これ止まる、うん。こっから作業が多いんですね。はい。いや、はい、オートマの場合はもうここで、ブレーキを踏むだけ。はい。だけというとね、ちょっと語弊はあるんですけど。そうですよ。そうですよ。はい。杉さん、ちょっとそれはマニュアル車のインプレッションにはちょっとなってないんじゃないでしょうか。なってないんですか、これ。やることが多いというふうな、はい、ことだけですからね、はい、操作方法説明をしてくださってるだけですよね、はい、それでね、微妙にここはね、はい、とも分かっているように、上り勾配なんですね。ああ、そうですね、ここちょっと上りですよ、はい、あ、こうなると若干、はい、今ちょっとドキドキ心臓がバクッとするんですね、はい、オートマ下がることないですからね。そうですね、はい、で、Easy Go で、当然、はい、そう下がらないように、はい、坂道発進は嫌いっておっしゃってましたもんね。はい、できないわけじゃないんですよ。でももう久しくそういう心配事からは解き放たれてますので。そうですね、はい、でもマニュアル車にもこの Easy Go という便利装置が、はい、はい、その説明はまたまた、はい、改めて、はいはい、とりあえず、まあ、端的に言うとブレーキを離しても保持してくれてるという、そういうことです。はい、はいはい、今、はい、坂道発進、ね、これはスムーズなんですが、はい、これ若干バクッとしております。はい、表情にも表れてます、はい、如実にね。こういうことない、もうね、オートマだとこれ、背もたれに、深く、なんか楽をしてるようだと、ちょっと語弊はあるんですけども、深く腰をかけて、それでもう左右確認をしながら、ハンドルを、9時45分に持って、もうこの安全確認で、はい、9時45分っておかしくないですか。10時10分ね。いや、9時45分でもいいんですよ。そうですか。はい、それでこう運転をするんですけれども、はい、これなかなかあれですね、シフトアップをしないとダメ、はい、そしてまた
信号赤ですね。これ全く、はい、これ速度調整しないとダメ、はい、やること多いですね。やること多いですね、はい、ただやはりね、まあ大蔵我々の年代になるとそういうところがやっぱりちょっとね、やっぱり脳みそは活性化するんじゃないかなという形は思いますけどね。なるほど、はい、ちょっとゆっくりしてる間がないですからね。そうですね、はい、本当常にこう考えながら操作しながら、はい、はい、でね、東京野党が、トムの担当者そして杉さんの担当者、お互いちょっと整備中ということで。そうなんですよ、今回は本当杉さんの担当者も私の担当者も、はい、整備中ということでね、車庫にいないんですよね、はい、ということで、どちらの担当者でもないバスで、バスで、はい、ただシフト車ということで、若干お仕事が過ぎた時には目の前が真っ暗になりました。ああそうですか、はい、そんな、あ、ベッド、靴まで用意されてるとはちょっと知りませんでしたね。いえいえ、それやっぱりプロですからね。ここら辺はやっぱりはい、プロたるもの、マニュアル車用の靴も用意しておけと。そうです、そうです、はい、すいません、ちょっとそれはやっぱり、はい、勉強になりました。はい、はい、これ本当ね、やはり、このギア、まあスピード、まあこれ制限速度で、乗ってきて、はい、当然回転数、ブルーの中にこう収めながら、はいはい、シフトチェンジをしていくというので、これも本当にめんどくさいですね。まあそこを自動化してくれてるのがオートマですもんね。はい、そうですよね。でもどうですか、今日乗務させていただいたこのバスは本当まあまあもうそこそこの年数が実は経ってるバスですけれども、はい、確かもう70万キロ近かったんでしたっけね、走行距離。ですよね、69万5千キロ、はい、なかなかの中堅以上ぐらいの年数は、ね、はい、もう経ってますが、まあ、逆に言うと、もう本当、熟成の極みというか、はい、非常に乗りやすいバスだと思いましたけどね。確かに、当然、杉さんも、以前はこれ、バリバリ乗ってきてたわけですから、ね、そういうことですよ、そういうことですよ。はい、はい、ああこうだったなと、はい、そしてね、小雨も降ってきました。これまたワイパーも、ワイパーも、いや、それはオートマでもそうですよ。いや、それはそうなんですよね、はい、それはオートマでも、はい、また信号が赤ということで、はい、はい、このね、左足側のとっさの時にやっぱりちょっとね動かないようなはい、なんかその最初パッと乗り始める時ね、出航の時なんかはなんかちょっとあっていう風な、ああ、はい、そうだそうだと、クラッチを踏まなダメだなっていう風なことが、これは、まあ、オートマ病と申しましょうか。あ、体がそうなってしまっておるという、そう、はい、それがもうオートマしか乗れない体になってしまいましたという。そうですか、はい、いやでも本当私も同乗させていただいててそんなに違和感なく、はい、そうでしょ、はい、全然大丈夫です、うん、それはそんなことはないんですよ、ね、言うたってそれはマニュアル車のバスに乗ってた時間の方が何倍も長いわけですもんね。ただね、人間の体ってね、このね、はい、ズボラな方、楽な方にはね、スッと対応していくんでね、スッとね、はい、もう本当に驚くほど、はい、こう川 の、 水が流れ落ちる。なるほどなるほど、縦板に水のごとく、はい、もうそっちの方にはスッと はい、今までの経験等々が、はい、はい、もうスッとはい、オートマ車の方に順応していってしまった自分があるということで。そうですか、はい、やはりね、今日は当然トムと、東京夜行ということで高速走行が多かったですね。はい、そうですね、やっぱり若干右足の甲が痛いですよね。そうですか。はい、オートクルーズないですからね。はい、追従モードとかっていう風なのがないですから、はい、はい、で踏み続けるしかないです。そういうことですね、はい、だからなかなか運転、これは大変だぞというふうにちょっと思いましたけれども。そうですか、まあそこはね、私オートマに乗っててもあまりオートクルーズを使わないようにしているので、ああ、はい、あまり違和感がないです、ね、なるほど、はい、私はもうついてる装備はあ、いやいや、それはそれでいいことだと思います、はい、はい、フル活用する、フル活用しておりますので、はい、はい、そうですか、うん、いやいや、でも本当乗りやすくて
あのパワーもあるし、はい、あのクラッチのつながりも非常にスムーズなバスでしたよね、はいはい、そんなにガタもあんまり来てないですよね、なかなかね、はい、いや非常に快適でございました。あの、はい、運転しててもあの後ろであの座らせてもらってても非常に快適なバスでした。はい、はい、でもまたこうね、ちょっと信号、若干あの上り坂の信号が今目に見えてきてるんですけども、はい、赤になるなよと、はい、もう絶対に黄色になるなよというふうにちょっと祈りながら、祈りながら、はい、運転してるんですが、歩行者用点滅が、はいはい、始まりましたね、はい、そうすると若干これバクバク、ね、あ、バクバク、はい、これは、あ、止まることになりそうですね、そういうことですね、はい、はい、あ、このドキドキが、オートマにはないんですね。そうですね、はい、じゃあでもエキサイティングでいいじゃないですか、そういうドキドキを感じながら、まあね、ちょっと感じる必要のないドキドキですか。そうですね、この年になりましたやはりもう今更、はい、ドキドキはいらんと、はい、ちょっともうあの心穏やかに、そうですね、行きたいというふうなところもありますので、はい、ところでちょっと全然話が変わりますけれども、はい、この間たくさんいただいている視聴者さんからのコメントに、動画でお答えしようというような企画をしたんですが、ですね、それはあの私、はい、一言ちょっとキャプテンで、ね、じゃあそれをちょっとね、あの小耳に挟んで、はい、あのちょっと不満があると、はいはい、どうされましたか。ああいうですね、あのバラエティー班の時には必ずあのオファーはあって叱るべきだろうと。ああ、でもいや、この間のそのコメント返信動画は、はい、その対象になっている動画に杉さんが登場してないんですよ。いや、しかしね、あのそのまあまあもう見させてはいただきましたけどね、はい、その なんていうんだろう、ね、ちょっと今、はい、はい、あの緊張が伝わりました、はい、はい、いや、そこは違うねんと、いろいろあの一人で、ツッコミはさせていただきましたけども、あ、動画を視聴しながらいろいろと、はい、ご自身が出演されていることを想定しながら、 はい、そこはもうちょっと膨らませることができるだろうとか。なるほど、はい、それはもうかなりありましたね。じゃあ、あの企画の撮影の時に、はい、杉さんをお呼びしていれば来てくださってたんですか。あのね、番所繰り合わせて、あの前に出すっていうふうに繰り合わせ言ってるのに、番所繰り合わせて、はい、少々の用事があってもこっちに来てくれるということ。そうでしょ、そういうことですか。用事はないんですから。あ、ないんですか。基本繰り合わせる番所もないという、はいはい、これがですね、やっぱりちょっとキャプテンのもう、ああ、なんていうんですか、以前もうちょっと濃い町中華のようで、あんまり毎日はいらんと、いらんと、はいはい、3ヶ月に一遍ぐらいで言うてますよ。これでいいというふうなことなんですが、はいはい、ただね、会は、はい、必ず私が、参加してよかったんじゃないかっていう。出たかった、はい、すいません、なんかもうちょっと待てと、あ、コメントの中にもありましたよね。あ、そう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 、はい、でも杉さんがいたら言うに1時間超えやろっていうような的確なコメントもございましたそういうのもございましたね、はいはい、確かになかなか、はい、これがね、はい、これ2回にわたってとか言うんじゃなくて、はい、私が参加すればですね、はい、また3回にわたってとかっていうふうに尺は取れてると思うんですけどねいや、まあ編集するのが多分ねあ、もうね、過酷を極めると思うんですよ、なかなかね、はい、はい、でもこれはちょっとね、あったと思いますよ、もう皆さん、はい、そうですか、はい、この視聴者の方からね、いや、じゃあやっぱなぜサムネに出てないんだと、ああ、ちゃんとひな壇を用意しておかなければいけなかったですね、はい、ああいう会はもうぜひとも呼んでいただきたいと、わかります、いうふうなね、はい、もうバラエティー班ということで良いわけですねこれいや、あ、これ、ね、今ちょっとこれ仕事の流儀的な、仕事の流儀的なんですけども、はい、はい、これ若干ね、またこれ、はい、信号青、はいはいはい、二足三足、そうです、はい、そしてまたね、私ども、手坂神戸支店の車庫がね、はい、これ入るのが、あ、そうですね、坂で入らなかったよ、そうですね、はい、あれでしょ、言葉が少なくなっているので、はい、これは若干、はい、若干上り勾配でございます、はい、もうそれとこれやないわ、そうですね、はい、はい、
はい、ただもう分かっていただけましたでしょうかね。この当然杉さんも、はい、シフト車は、スムーズに運転できるとそうです、ね、いうことがこれで、まあ、実証を実証していただけたんじゃないかと、はい、思われます。ということで杉さんによるマニュアル車のインプレッションではなくて、はい、運転できるもんというそうですね、動画だったわけですね。それと、前回の動画、はいはい、これはないだろうと、ないだろうと一言言いたいというふうな回でございました、はい、ということですね。それはまた、はい、キャプテンにもお伝えしておきますので、よろしくお願いします、はい、よいしょよいしょ。今、はい、おなじみ田松の車庫に帰ってまいりましたよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、本当にお疲れ様でした、はい、また次3ヶ月後から